ビデオ、オン、デマンド、今ならネット動画、その何が、悪い、それは構造が現実を、超えようとするところでは、ある。物理的な、血栓を伝達手段にする限りは現実の上。エミュレーターは土台の PC より性能は間違いなく低下。現実を超えることはできない。現実的に考えるとネット動画は物理的な情報メディアの広報的な立場でしかない。通常のメディアよりずっと解像度は低く、サンプル程度で、メディアを買えば高画質、という流れで、情報メディアの反則へつなげ現実的な流通その他の活性化を促す道具。そのくらいなら帯域の圧迫その他で強行状態になることもない。これ以上はメディアを買ってくれ。今は、できる、言い切る後の、ブロードバンドは、本当に、現実的な機構なのだろうか。インターネットにある嘘の先に増設された、漁港。